皆さんおはこんばんちは、エンターテイナー鍋です。さあ本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、ドラゴンクエスト7実況プレイのパート28やっていきたいと思います。ダーマ攻略の続き、前回は盗賊のねフーラルに騙されて、敵のね中ボス的な奴らにボコボコにされてしまいました。さあこれからちょっとね、あいつのとこ行って問い出してやろうと思いますよ。さて、今ですね、ダーマの西の、吹き溜まりの町の西の方にあった洞窟を登ってきて、ダーマ神殿に向かう途中ですね。フォズ大神官という方を、吸収しなければならないと、いうことになってます。おっと、早速ヒトマネキ。ここに着いてからな、回復とかしてないから、大丈夫かな。結構タフ。よっしゃ。遠吠え覚えたけど多分使えないんだよね。封印されてるからね。そうだ、探索しておくって言って探索してねえや。そう、どっかで回復できなかったっけか。ああそうか、確か教会のマークのところで回復ができたような気がする。こうだね。よし、他はちゃんと見てないね。OK。あとは何もないか。お。小さなタリゲット。井戸の中に暮らすってどういう気分なんだろうな。家具なんか置いちゃって、だって、お、あの男、大神官の無事を確かめるのが精一杯で助け出すのにしくじった。すまねえ。だが大神官の生存が確認できただけでも上出来だ。これでフォズ大神官を救出できれば生き残りの親衛隊が集まってくるかもしれん。じゃあ俺を親衛隊に入れてもらえるんだな。それは目に見える形でちゃんとした手柄を立ててからでないと無理だ。そりゃねえだろ、あんな人の良さそうな連中を裏切ってまで頑張ったのに。そうめげるなよ、お前にも手柄を立てさせてやる。その代わり私に協力しろ。さて、おい、なんだよ、セナ。げ、お前らか。まさか俺に仕返しをするためにここまで寄ってきたってのか。まあ、一発ぶん殴ってやりたいところだけども、まあ我慢しておこう。大人だからね。そうかそうか、安心させ。過去のことは綺麗に水に流して今後とも仲良くしてくれな。さすがにそれはどうかな。都合が良くねえか。まあいい。さて、これから何をしたらいいんだろう。お前の役目は何だ、言ってみろ。フォズ大神官の恩義を守りすることです。そうだ、他の戦士たちは皆大神官の盾となり死んでいたというのに、お前は盾にもなりきれず大神官を救うこともできず恥ずかしいとは思わんのか。返す言葉もございません。
しかし、まだ私めを信頼してくださるのなら、恥を注ぐ機会をお与えください。ここに集った戦士たちと力を合わせ、必ずや大神官を助け出してご覧に入れます。盗賊に旅人か。今のお前には分相応な部下たちではないか。いささか心もとないが、すべてお前に任せるとしよう。君たちまで巻き込んですまないと思っている。だが、どうしても君たちの力が必要なんだ。不本意でも今は協力してほしい。しょうがねえな。さて。でずい。ね、もらえるものは全部もらっていこう。さて、そしたら、俺らは何をね、手伝ったらいいんでしょうか。まあ、だいたいその、宝珠大神官の救出を手伝えといったところでしょうけれども。いた。好き放題言いやがって、感じ悪いじじいだよな。ほんと、頭くるぜ。俺はお前が頭にくるぜ。これが宮遣いの辛さだよ。親衛隊に入ったら、ああいう人間とも上手に付き合っていかなきゃならないんだぞ。努力するぜ。まあ、今まで、ね、盗賊家業をやったわけだしね。足を洗う機会だと思うよ。魂を砕かれた人間を、魔物が神官たちの監視役に利用してたとはな。洞窟の入り口を守っていたあの二人には気の毒だが、しばらくここで眠っていてもらおう。いっそ殺しちまった方がいいんじゃねえの？もしこいつらが目覚めてしまったらどうすんだよ。殺すのだけはダメだ。彼らを目覚める前に、何としても大神官を助けする。いや、よく来てくれたね。大神官は洞窟の一番下の牢獄に監禁されている。ダームを取り戻すには、まず大神官を助けねばならない。私たちと共に戦ってくれ。カシムとフーラルが仲間に加わった。多いね。って言っても多分ね、この状況だと、戦闘に加わってくれるのはカシムだけじゃないかな。まあ、強いでしょう。魔法戦士だし。さっきなんかね、こいつらみたいなちょっと顔色の怪しい神官が、ね、ふらっと歩いてきましたけど、あれは何でしょうか。さて。なんかでかいのいっぱいいるな。サソリはまあ任せろ。お。てい俺の方が圧倒的に強いだね。さて。右の方にも道があったんですけども、とりあえずこっち側のルートに行きたいと思います。よいしょー。ね、この状況でやっぱ思うんだけど、この時、戦闘に関してフーラルは一体何をしているんだろうか。あいつもまあそこそこ強いんだから手伝ってくれればいいのに。ブタクマ。リビングハンマー。鉄球が動いてるよ。ほい。お、いいね。爆発。そんなに痛くはないけど。さて。守りの種と、鎖鎌。いらねえな。種は食べます。あとなんか拾ったっけか。ないな。いやー、この袋見るためにね、この上の糞23個がすげえ気になる。
よいしょ。うん。鉄の斧を持たせたカボもなかなか強いね。お、耐えるか。ホロファイター。うん、次もしこのパーティーと出くわしたら、ホロファイター俺が戦おう。ふふふ。さて、こっちなんかあったっけかな。宝箱があるね。お、メダルゲット。行き止まりか。お、キメラ。ゾンビ愛地形よ。お、耐えるか。カシマ働け。キメラ。この豚悪魔のな、冷たい気は結構痛いんだよね。回復量は少ないけど、奇跡の石なかなかやっぱ何回でも使えるっていうのがですね、いいですね。おわ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 、いっぱい来た。よいしょ。ウォーハンマー強いね。お、やった。待って。ん？こっちなんかあるか？ねえや。バブリン。おお、ナイス。お、力の種食べます。さらにパワーアップだ。逃げる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 馬の風増えた。よいしょ。おー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 おお、どうする。こっちか。無理だった。さあ行くぞ、ホロファイター。はい。
よし。マリベルかな？は多分今いいか。おい。そうね、豚悪魔倒れるときね、吹っ飛ぶってのがいいな。くる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 っつって。お邪魔しました。速攻逃げる。さて、あー外した。避けるね。よっしゃー、126。お金50ゴールド。お、世界樹の葉。こいつはいい。ちゃんとね、持たしておきましょう。あ、そうだ。不思議な木の実をね、食べます。おー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 おお、動かねえのかよ。おっと、おー、なんかできた。キーパネルで集めた新装備のおかげで戦闘が本当スムーズです。とりあえずハンマー強い。ただね、このね、アイテムたちもここをクリアした後でできるラッキーパネルでね、また一気にこう装備が変わると思いますので、それも本当に強力だからね、お楽しみですよ。よし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 。多分そろそろボスかな。お、いた。お、間違いない。まさしくフォズ大神官だ。こんなに狭い牢獄に一人ぼっちで閉じ込められていて、ただ心細い思いをされたであろう。かわいそうに。今お助けいたします。ね、まさかダーマ神殿の大神官がこんなね、女の子なんて、びっくりだ。ダメだ、びくともしない。さあ、どうにかして助け出す方法があるはずだ。の前にちょっと薬草でね、回復しておこう。では、さて、ここにですね、多分先ほどの結界に力を送っている装置があるみたいですね。これをどうにかして破壊しましょう。というわけで、おそらくここの謎解きが必要になるはず。動かしちゃった。
どの位置かな。ちょっと待ってね。あと、調べよう。下から3番目。上から3番目。ん？右から3。左から3。まあ、ちょっとしたね、パズルですね。とりあえず。よいしょ。もう一個ですね。よっしゃ。んで、お、こうで。よっしゃ。これで、結界が解けたはず。ここじゃねえや。はしごじゃねえや。階段だ。ありがとうございます。あなた方のおかげで、この牢獄から出られました。紹介しよう。この方がダーマ神殿の真の主、ボズ大神官だ。まだ幼い身でありますが、ダーマ神殿の大神官の職を務めさせていただいてます。しかし、魔物に神殿を乗っ取られた今となっては、私も名ばかりの大神官です。こうしている間にも、偽の大神官が人々を騙し続けているのですから。ん？なんだなんだ、やけに騒々しいな。ここは牢獄のはずだぞ。わ、来たか。おい見ろ。この間洞窟を抜け出した奴だ。こんなところに隠れていたか。行け！また奴らか。人間から奪った力を与えられて、強化されたというあのタッチの悪い魔物どもだ。奪った力ですか。ならば、私がその力を封じてみせましょう。さすが。なんだこの脱力感は。皆さん、私が魔物の力を封じている間に、あの魔物を倒してください。あざっす。己小娘、我らに背いたことを後悔するなよ。今度は二度と動けないように、手足を鎖で繋いで牢にぶち込んでやるからな。さあ、じゃあやりますか。厄介なのがどっちかっていうと、イノップの方なんですよね。砂煙巻き起こしてくるんで。ただ、前回戦った時に比べるとやっぱり弱体化してます。ほら来た。これが厄介なんだよ。ガボしきりにそっち狙うな。お前もか。外した。ちくしょう、待て待て。砂煙はね、ごめんだ。おわ、つこん。あ、でも効かね。鍋固っ。まずこのマヌーサどうにかして。よいしょ。
薬草で回復間に合うかどうかだな。ちょっと使ってやるか。お、俺のもなんてくれ。よし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 。痛恨、危ない。よっしゃ、ナイス。マリベルにね、その痛恨いたらまずいからね。よし、倒した。 OK、 ガバ、あと好きにやってくれ。あとは楽だ。おー、ナイス。いいね。ボッコボコにしてやるさ。よし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 。やれやれ。力を封じして、あの強さとは来たもんだ。当分戦闘はコリゴリだな。ご苦労様です、皆さん。新手が来ないうちに早くこの場を離れよう。私とフーラルは先に戻って、フォズ大神官を救出したことを神官長に伝えに行くよ。鍋はフォズ大神官を守りしながら、あの集落まで戻ってきてほしい。行くぞ、フーラル。わずかな間でしょうが、ご一緒させていただきます。フォズが仲間に変わった、ある意味一番頼もしい。あれだけ力が使えたってことは、この子はあれでしょ？能力封印されてないんでしょ。あの模試じゃないですか。あ、しかもちゃんとね、あ、ダメージ回復封印してはなかったね。見間違えました。じゃあとりあえず出ます。あ、つってもどうしようも、なんだあれ、敵出ないな、これ。帰ろ帰ろ。あ、ここに戻ってくるね。待って。こっちか。もうとにかく階段とかね、廊下が多くて迷う。どっちだっけ、こっちか。よし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 。おお、大神官だ。大神官がお戻りになったぞ。やはり大神官は生きていらしたんだ。フォズ大神官、よくぞ、よくぞご無事で。今日は我が人生最良の日だ。フォズ大神官が戻ったんだから、ダーマを取り戻すなんてもう夢なんかじゃないのね。このような辛い生活を皆に強いる結果になったのは、すべて私の責任です。監禁されていた私は、今まで皆と同じ苦しみを同じだけ味わってきました。だがそれも過ぎたこと。今から我らの家であるダーマを取り戻すために共に力を尽くしましょう。しっかりした子だ。
はい。では今回ここまでにしておきたいと思います。次回はいよいよね、本格的にダーマ奪還のための活動が始まりそうです。はい。ではドラゴンクエスト7実況プレイパート29、最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまた見ていけるなー。